2番の長谷川辰徳、さらには6番岩田幸久までライン 3,4 番手を固めまして、左手赤番刑事、4番手から3番の中村が動きまして、7番の大沢、さあ前々に踏んで5番の戸辺の内で止まりました。3番の中村の行為を大沢が今日もこの本戦内で粘る格好となっています。北日本ライン、さあ3番中村隆起、後ろ5番の戸辺博信、辛抱できるでしょうか。7番の大沢と競り合っています。3番手は内に4番の森田、外2番の長谷川辰徳、6番岩田幸久、外並走の現在は3番手付近、1番後ろ1番佐藤翔吾、最終周回で完全なるマイペースは3番中村隆起です。番手戦はどうか。5番の戸辺博信が外からプレッシャーをかけて7番の大沢を決めようとしていますが、まだまだスローペース。最終バックを通過しました。先頭3番中村、さあ3コーナーで5番の戸辺、内から7番の大沢が応戦、内はさらに3番手4番森田達也、北日本勢に好意は軍配が上がりましたが、先頭突き放した3番中村隆起、2車身リード、ゴール、2着4番森田達也と7番の大沢かなた並んでいます。